オメガ 83.8 日本飲んだくれないと。皆さんこんばんは。日本飲んだくれないとの時間がやってまいりました。メインパーソナリティのノミネーです。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はお酒に関するさまざまな情報を通して日本を全力で応援、元気にしようという情報番組です。では情報収集してくれる飲んだくれたいメンバーを紹介します。ふーちゃん。はい、ふーちゃんです。いやね、これはね、もうオープニングから今日はいろいろと楽しい話が今後あるよっていう、うん、もうニヤニヤしちゃってるもんね。いや楽しかったんですよっていう話はね、まあそれはね、ちょっと全員紹介してから話そうと思います、はい、次なおちゃん。はい、ナオックスでございます。皆さんお元気ですか。はいはい、はい、大丈夫ですか。なんかテンション低みなみが地味に生きてます。まだちょっと、飲み足りないね、やつれたって言われました。そうね、今日はねお酒ももう目の前にあってみんなで乾杯しながら行きたいなと思ってますのでね。はい、はい、お願いします。塾長。はい、皆さんこんばんは。お酒の塾長です。今回も元気100倍お酒100杯頑張ります。君と出会ってからいくつもの酒を語り明かした、はち切れるほどハイボール。はい、今日も自己満足です。よろしくお願いします。ちょっと最後の打ち切れだったよ。最後まで マジで歌いたかったんだと思って、ね、私の知ってる曲がよかった。姉さんがちょっと乗ってたって確かにたまにポカーンとしてるもん。これ何の曲みたいな。あれ、飲みね、平成生まれちゃうかったんかな。あれやばい、このテンションがやばい今日なんか。でさっきね、ふーちゃんが今日ね楽しみって言ってたのは何かあった。いやいやいや、ついに春が来たっていう。いや、そういう話じゃなくて、みんなで遠足行った話がね、今後今日ね、ちょうど行ったな。そんなな、いやー、ほんとね、楽しかったね。楽しかった。なんか大人の遠足っていいなと思って。ね、なんかまた違うね、おやつは300円まで的なやつね。バナナ込みみたいな的なやつ。全然大人じゃないけどそこは。そう、すごい楽しかったね。いや、面白かった。でね、ちょうど今日そのお酒を飲みながら最初オープニングも話してるわけなんですけど、ね、桂川を飲みながらやってるわけですね。群馬県の前橋のお酒やったね。よかったですよね、桂川。うん、前橋とかね、結構初めて行ったぐらいな時だったんで。そうかそうか、私もでもね、鈍行で行きましたよ。そう、あの東京からごとごとずっとごとごと乗りながら新幹線もあるけどね。そう新幹線もあるんだけどね、あえてね。いや、もう頼む旅を、ちょっとした小旅行みたいな感じで。本当にそうでした、まあ途中でいろいろね、みんなで喧嘩したりやりましたけどね。いや、あったっけ。ないけど、なかった気がするよ。本当に。え、なんかあれが美味しかった。焼き団子。あ、違う、焼き団子。焼きまんじゅう。怒られちゃう、怒られちゃう。焼きまんじゅうです。焼きまんじゅう、上州名物。そう、初めて食べて、ね、行きも帰りもちょっとある事情から2回やったっていう。あれ、姉さん、それちょっと言ってよみたいな。やつがね、怒られた。そうそう、なんでなんでみたいな怒られて。そっち食べてないの。そうそうそう、おすすめなんで食べてこないのって言って、帰りも寄ったって。そうあんこ入りも食べたかった。あんこ入りがおすすめやってね。それを飲みないが忘れてしまって、なんでもいいんじゃないみたいな感じ。通常版食べちゃったってみたいなね。私食べたかったけどみたいになって。量大きかったよな、もう。かなり大きい。そうやな、想像より全然大きかった。美味しかったですね。美味しかったです。そんな話をしていきましょう。ほんまね。では今週も極上の一杯を探す旅に出かけましょう。今宵の飲んだくれトーク、最初のコーナーです。今宵の飲んだくれトーク。ここでは季節の話題や全国のちょっと珍しいお酒のご紹介、そして時にはゲストをお呼びしてお話を伺うコーナーです。今週の飲んだくれトークはスペシャル企画です。飲んだくれたい2回目の遠足で前橋市にあります柳沢酒造さんにお邪魔してまいりました。そこで代表取締役社長である柳沢誠二さんにインタビューをしてまいりました。今日は飲んだくれトーク前半後半に分けて柳沢さんのインタビューを聞いていただきたいと思います。
まず前半は蔵の歴史や現在作っているお酒の銘柄などについてお聞きしました。ではどうぞお聞きください。はい、今日は飲んだくれた2度目の遠足で前橋市にあります柳沢酒造さんにお邪魔しております。遠足で、柳沢酒造さんは桂川や結人という銘柄でおなじみの蔵なのですが、今日は柳沢酒造さんの代表取締役社長である柳沢誠二さんにインタビューをお願いいたしました。ということで柳沢さん、今日はよろしくお願いします。はい、まず、蔵の紹介などをお願いいたします。私の蔵柳沢酒造なんですけども、はい、明治10年創業で、はい、桂川というお酒と結人というお酒を作っております。はい、作っているお酒は、桂川と結人、はい、その違いっていうのは何なんでしょうか。そうですね、桂川っていうお酒は本当に地元で創業から昔から、うん、はい、作ってきている、うん、ちょっともち米を使う甘口の、うん、もち米、はい、そうですね、もち米を使うちょっと独特の味わいを持ってるお酒ですね、うん、で結人はですね、はい、まあ、それとはまた酒質が全く違くて、うん、全国とか東京とかですね、うん、そういう地酒の世界の中でも、戦っていけるというか、うん、評価を得るように、うん、頑張って作ろうと思って、2004年に作り始めたお酒ですね、はい、13年前ですね、はい、じゃあターゲットが、まあ、コンセプトと違う、ね、そうですね、ちょっともともとうちはこう独特の味があるお酒だったので、うん、まあ、それとはちょっと違くて、うん、はい、より今の食生活に合うような、うん、はい、香りもちょっと華やかで、はいはい、それとあとコンセプトとしてはその純米酒であるっていうのが、うん、形ですね、うん、あとはなるべくこう初心者の方とか日本酒が苦手だなっていうような人に、うん、飲んでもらえるようにと思って作ったのが最初のコンセプトですね、うん、あ、そうだったんですね。その結人を作ってみようと思った経緯っていうか、はい、きっかけは何なんですか。あ、これはですね、私、まあ、家に蔵に帰ってきて、うん、25ぐらいの時に帰ってきたんですけど、はい、地酒屋さんにこう、うん、まあ、なんていうんですか、配達とか行きますよね、うんうん、でうちのお酒はほとんど本醸造しか作ってない蔵だったので、うん、まあ、これからの時代は純米酒っていうものを作らないと時代に遅れちゃうよっていうかですね、そういうふうに言われたのが一番のきっかけですよ、ね、はい、はい、ほとんど純米酒うちやってなかったので、はい、99% ぐらいは本醸造のお酒だったので、はい、地元がターゲットだったわけですよね。あ、もう本当にもう地元ですね、はい、で、はい、なんか結人って結ぶ人って書くのすごい素敵だなと思って、はいはい、なんで結人って名前にされたんですか。結人はですね、そうやって地酒屋さんにお世話になるようになって、はい、純米酒を作り始めて、で、まあ、本醸造しか作ったことがなかったので、あまりその純米酒っていうものがうまく作れなくて、そうですね、どういうお酒にしていいかもわからなかったし最初なのでね、で、まあ、地酒屋さんとかにいっぱいお酒あるじゃないですか、はい、でそのお酒を飲んで飲ませてもらって、うん、でこういうタイプが今流行ってるとか、うん、これからこういう方がいいじゃないとか、うん、そういうの結構いろいろ教えてもらって、うん、で自分の中でこういう、じゃあこういうお酒を作ってみようかっていう風にまずなって、うん、で商品化するまで3年ぐらいやっぱり、はい、そんなにかかってたんですよね。結構かかりましたね。っていうのとね、あと地酒屋さんってやっぱり美味しいお酒いっぱい置いてるから、うん、なかなか扱ってくれないっていうのがまずありますよね。作っても、うん、まだまだだねみたいな、いや、あるんですよ本当に。ね、結構実は厳しかったですよ、はい、まあ酒造りが下手だったっていうのももちろんありますけど、今じゃね、品薄でなかなか都内ではね一箇所ですよね、結人さんが出るのは、玉の、はい、小山さんだけですよね。そうですね、うん、
ていうか県外自体がねあまり実は行ってないっていう、その方が大きいですよ。ああ、はい、なるほど、うん、今ねちょっと結びと用意していただいたので、はい、飲みながらやってますけど、で結ぶ人になんかあ結びとなるのはそうですね、質問を解きたいです、はい、でそのまあ、はい、お酒が出来上がった時に銘柄をじゃあ考えましょうっていう話になるじゃないですか、はい、3年ぐらいやった時にね、でその時にあのいろいろそういう地酒屋さんにもお世話になったし、うん、でそのお酒を飲ませてもらったりとか勉強させてもらったりとか、でいろんなそういう人とあの一緒にやってできたお酒だったんで、そういう人とのつながりでできてきて、で多分お酒ってこれからもそうだけどね、あの飲むことによって人とつながってきたりとかするっていう、だから自分たちだけでやってきたんじゃないっていう思いがあったので、そういう名前に結果的にしたっていう名前ね、もうね、いただきます、すごい、いただきます、すみといただきます、でなんかすごい落ち着く味というか、うん、なんだろう、こう最後の、はいはいはい、なんていうの、渋みみたいなのがないというか、うんうんうん、そうですね、なるべくその生酒はそういうものがないようなお酒作りをこう考えてますね、はい、美味しい、美味しいですよね、美味しい、お刺身となんかあさっぱりしたもので、ね、全然綺麗な、綺麗っていう一口ではなくて、うん、味もちゃんとあるんだけど、うん、まろやかで、うん、スッと入りますよね、うんうん、そうですね、お酒ってやっぱり甘みってやっぱり大事なところだと思うんですよね、うんうん、あのそのね、あのお酒日本酒なんで、うん、だその甘みもやっぱりありながら、あのよりこうまろやかに飲めるっていうのが、うん、いいんじゃないかなと、はい、ちょっと美味しいね、美味しい、なんか飲んだことないないっていうか、そうか、なんかもっとカッカツみたいなのを結構多いなんかね、もうそういうのすごくなんか安心して飲めるというか、うんうんうん、すごくそうですね、うん、だ日本酒がねこう苦手だったりとかね、うん、っていう人にもこう飲んでもらいたいなっていうのが、はい、ありましたよね最初、うん、はい、じゃあちょっと後半もね、はい、そのお酒のお話を伺っていきたいと思います、はい、はいはい、ではここで1曲お送りします、桐生翔吾でプレッジ。それではインタビューの後半をお聞きください。はい、ではインタビュー後半なんですが、今日蔵見学をさせていただいた時に、はい、結びとの作り方を、はい、秘密を聞いたんですけど、ロングもろみ、はい、ね、ロングもろみって何のことか私最初分かんなくて、長いわけじゃないですかね、うんうん、期間が長いと、もろみが長いわけじゃないですずっとね何キロもあるわけではなくて、うん、期間が長いということで、そうですね、まあ、たまたまね、うん、ちょっと今年は長くまたなってしまって、そこで、ね、うん、80日ぐらいかかってしまった、80日ですよ、80日、はい、通常って通常大体30日ぐらいで、うん、すごいですよね、はい、そうですね、1回ぐらいで他の作れちゃう期間がすごい、そう、ね、3本作れちゃうという、うん、そうですね、まあたまたまでもそれは狙ってるわけではなくて、そのこうね、結びとっていうお酒のこうまろやかさを、うん、出すためにちょっと今回はそのぐらい時間が、そうですね、なってしまってます、はい、普通に30日で、はい、まあ、止めておいて、その後はマイナス5度ぐらいで、そうですね、マイナス5度を寝かせるというものみをね、そうですね、はい、絞った後だったら変化はあまりしないような感じで、そうなんですよ、絞った後どうしてもその苦みとか渋みっていうのはそのまま残ってしまうので、うん、こうもろみの間低温でこう時間をかけることによって、うん、このなんでになるかはわからないんですけど、こう経験的に味が変わっていくというか、ね、今皆さんも聞き取していただいて、うん、違いが違う、違いますね、まろやかなのはそのあれなんだってびっくりした、それはね、そうなんですよ、でここに来る前に、はい、あの地元の、ね、新聞がインターネットに上げられてまして、今回柳沢酒造さんでは新商品で、はい、絶滅危惧種というお酒を、はい、すごい名前ですね危惧種の種は酒、酒なんですよ、ね、これもちょっとどんなコンセプトで作られたのか、これはですね、あの
日本酒、まあ、もともと桂川と結び戸って言いましたけど、うんうん、桂川っていうのが創業から作ってるお酒なんですけど、あのこの桂川っていうお酒は本当にもち米を使ったちょっと独特の甘いお酒なんですよ。地元でもうずっとの飲んでいただいてるお酒なんですけども、あのこういうお酒になった経緯っていうのは、あのもう昔からのこう食文化とか食生活に由来しているんですよね、お酒って。あの昔からその地酒って言われてるか、そのお酒っていうのはこの地域のこう食生活とかそういう環境に根ざして味がこう変化してきて、あこの群馬県 の, その食生活って どういうそうですね、はい、で群馬も実はだからいろいろあるんですよ、はい、たまたまうちは前橋市の飛鳥町っていうところにあるんですけど、はいはい、あの赤城山の麓 の, あの村の元々村だったんですけどね、うん、だここでのお酒っていうのはもう昔はもう蚕、うん、冬場は蚕、はい、養蚕業が盛んで、で環境としてはあの夏場っていうか昼間は稲を作って、 であと麦も作る、はいはい、もう本当に農作業が盛んな土地柄ですよね、はい、だから結構ねおそばじゃなくてうどんの地域なんですよ、はい、もう昔はもう本当に夜はうどんをこう作って食べてるっていう、でまあ、そういう仕事ですからね、こう共稼ぎっていうか奥さんも、そう奥さんもやって、で旦那さんも一緒にやって、でそのいう仕事終わってそこで晩酌をするんだけど、晩酌だから今みたいにおつまみをつまみながら飲むっていうスタイルでは全然なくて、ああもう作っといたよっていう奥さんも離れてたから、そっから今の今と変わんないかもしれないですよ、逆に言うと、で逆にだから帰ってきて奥さんが作り始めて、でお風呂を沸かしてる、うん、その合間にコップで2杯ぐらい飲むんですよ、じゃあお酒だけで、そうそうそう、まあちょっとしたね、あのおつまみというかたくあんだったりとかそういうのと、だからお酒自体に味がないとダメなんですよ、でなんでもち米とかになったかって言ったら、やっぱりあのおにぎりとお餅と違うように、うん、甘みも違うんですよ、お酒を作った時の、うん、それがやっぱり餅の方がこう、うん、やっぱり栄養にもなるとか、うん、そういうのがあったかもしれないですね、体がこう甘みを欲しがる、うん、疲れて帰ってきた時にやっぱり、うん、甘みっていうのが、そうですね、でそういう飲み方をしてきたお酒が桂川の、はい、その元々のもち米のお酒なんですけど、はい、で実はそういうお酒っていうのは、酒質っていうのがどんどん実はもうなくなってきてる、うちとしても結び戸とかいうすっきりして今の食文化に合うお酒の出荷量が増えてきて、この従来から本当に作られてきたこう何代にもわたってこう来たお酒っていうのは実は今はもう本当に消えていきそうだと、はい、それでこんな、そうなんですね、だからもうこのままいくとあのこのもち米のお酒は本当にもうなくなる可能性があるんじゃないかなと、そういう意味だ、だから今のうちに飲んでみてくださいと、そういう意味ですね、もうこれ名前つけてるけど警告みたいなもんですよね、警告というかもう本当にねこのままいったら終わっちゃうかなっていう可能性があるよというですね、だからそのくらい個性があるお酒だったので、みんなで飲みましょう。もち米を堪能させていただきましょう。絶滅危惧種は皆さんが、いやこれやっぱり逆に地元ですね、やっぱり地元にしたいね、だから群馬に買いに来てください、はい、前橋まで皆さんお願いします、はい、ということで今日は柳沢酒造の代表取締役社長柳沢さんにインタビューさせていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。さて柳沢さんのインタビューいかがでしたでしょうか。ここで、まあ、塾長のちょっといい話と題しまして、はい、塾長から総括お願いしたいと思います、はい、まあ、話しゃべれるか分かりませんけど頑張ります
君がワインの時には僕は群馬の酒にする。あーそういうことか。ということで今回ね前橋ですね、群馬前橋の新前橋の駅で集まってですね、はい、駅前にある酒屋さん、高橋よ商店さんですね、はいはい、そこの福田さんに連れて行ってもらったり、はい、あとは、前回ゲストやった前々回か、酒飲んでいい会の高橋会長ですとか、はい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 、あとはあの、何やったっけ、レバペのおっさんやったレバペ竹井さんね、竹井さん。あとはあのライバルのすみれ高梨ですね、まあ、そのみんなでね行って本当に遠足で楽しかったですよね。そしてねあの先ほどあのインタビューの方あの聞いていただいたと思うんですけど、すごいね、はい、あの社長、柳沢社長、紳士的で真面目で上品でダンディーですよね。あとストイックでした ね、 本当にそう思いますよね。で今飲んでるねこの純米酒の桂川吟醸作りなんですけど、それも非常にねあのうま口っていうんですかね、芳醇な感じがしてあのいいっていうのがありますよね。やっぱりその人柄が酒に通じるっていうのがありますよね。で私ねこの日にあれだったんですよ、あの皆さんご存知かもしれませんけど、本醸造の桂川一升瓶を購入させていただいて、買ってましたね。そうなんです、あの、レバペのおっさん、おっちゃんにですね、はいはいはい、あのおっさんって言ってたよ、おっちゃんにねあの、やっぱりこれを飲んでほしいっていうことで、ね、購入させていただいて、で早速ね今日持ってこようと思ったんですけど、うん、あまりに美味しくてすぐなくなってもうたんですね。だから今日ちょっと急遽これあの買いに行ったそうなんです。急遽この買ってるし、そうなんです、純米酒の純米酒を買ったんですけど、でこれなんでねこれすぐなくなったかっていう理由なんですけどね、うんはいはい、あのさっきのインタビューにもありましたけど、あの群馬前橋、はい、あの春日川町ですか、赤城山のふもとって言ってましたけど、やはりあの地域の文化が酒を作ってるっていう背景がありましてね、共働きですね、稲作、お米と、麦、そしてですね養蚕ですね、蚕、ね、があったので2人ともね、共稼ぎを共働きをしてですね、でお二人とも家帰ってくる、そして奥様がご飯を作る間に、まあ、つまみを作る間に旦那さんがですね、コップ2杯ぐらい召し上がると、はい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 、つまみいらず、ここがポイントですね、ということでその芳醇甘口、しかしながら 甘すぎなくっていう感じで、そこでねもち米が登場するっていうことになるんですけどね、そこが非常に私らもあの現代社会に通じるところがあって、私が家に帰るとですね、まあ、ありがたい話、子供たちがあの一緒に YouTube 見ようとか言うんですよね、ご飯食べれないんですよね、でも飲みたい、そういう時にねこの桂川を飲むとですね、あ結構納得できるわっていうね話があったんですよね。ニーズ合致してたんだ、酒井家と。で、うちの、奥さん、はい、もうキッチンドリンカーやから、もうとりあえずあの作る前に飲みたいっていうからすごい味があるっていうことで、つまみいらずでね、そうだから2人ともどんどん消費量上がってあっという間になくなったっていう二人でなんだ、そうそう、一人はさすがに飲める、熟中一人全然飲めへんのめっちゃ飲んでるしみたいなね。そうすごいな。だからやっぱり酒が文化を作るのか、文化が酒を作るのかっていういろいろありますけど、今回はそれを如実にね、考え、なんでしょう、考えさせられたような素晴らしいね遠足だったと思いますのでね、まあ、ちょっとええ話になったか分かりませんけど、ふーちゃんこれぐらいでいい？いや結構すごいいい話、文化とかの話も出てきて、いい話だった、ね、そうそうそう、なんで横文字にした、ちょっとかっこカッコつけただけ。熱燗にしたら美味しかった。そうそうそう、カツラが美味しかったね、余計美味しくなった、味が変わって面白かった。冷やしても結構美味しかったしね、そう、あと絶滅危惧種ね、あれも非常にね美味しかったですね、本当に。カツラがファンになりましたよね、うん、まあ、遠足ありがとうございました、飲み、ありがとうございます、本当にね、また行きましょう、はい、いい旅でした。この番組では皆様からのお便りご質問を募集しております。メールアドレスは sake@music-banker.com sake@music-bunker.com です。なお、ミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。お待ちしております。今夜の日本飲んだくれナイト、いかがでしたでしょうか。日本文桂川の柳沢修造さんのお話聞いていただいて、ね、先ほど塾長も言っていただいた通り、なんかためになる話とか、そうね、なんかね、せいちゃんってね、私のイメージでは、せいじさんのことせいちゃんって言うんですよ、あんな
なに喋る人だと思わなかったんですね。そうなんですか。めちゃめちゃ喋ってました。めっちゃ喋ってました。で、私たち行った時も1時間講義してくれたじゃない、クラの中で、はい、あれも初めての体験だったし、そう、自ら喋られてました、ね、びっくりしました。すごく、まあ、総勢10人で、ね、行った、ね、ツアーでしたけど、すごくためになった勉強、皆さんもそうだったんじゃないかなと思って、本当にそうでしたね、やってよかったなと思います。いや、よかったよ。で最後あの新前橋ついて打ち上げやったけど、私なんかもうつい楽しくて1時間電車遅らせてね、あの1時間早い予定だったのにすいません1時間遅らせて残りますね。あの柳沢社長も偉いね、あの結構お話しされてましたしね。そうですね、高橋予想店の福田さん、途中で寝だすし、そうだったんだ。ほんであの1位の菊池さんもね楽しそうだったよね。そうそう、1位の菊池さんもキャラ濃かったんですよ。すごい話してました。一番お話少ないからちょっとお話しすると一番キャラ濃かったっていう。そうそうそう、それに紹介するの忘れましたわ、本当にね。一江さんにね、行きましょうね、秋頃。はい、この後はアーティストヒストリーをお楽しみください。明日も美味しいお酒が飲めますように。乾杯。乾杯。世代を担うボーカリストたちを輩出し続けるアーティストプロデュース機関ホワイトボイスが送る渾身の一曲を集めたコンピレーションアルバム、ホワイトジェネレーションボリューム3。悩める歌のお姉さんナオ、クラブミュージックのヘブンセントチャイルド、ジャキー、超絶ビジュアルショー、キリュウショウ、破られた2000年のチーム、闇市ボッチム、絶対的女子高生今村風花、世界と EDM の物語、イシューリ、気まぐれの歌姫モリン。第3作目は7人の若手シンガーの新作を収録、ホワイトジェネレーションボリューム3、 iTunes ストアにて好評配信中。かつてない衝撃があなたを待っている。ミュージックバンカーオメガ、ショーフFM、 ショーフ FM、 ミュージックバンカーオメガ 83.8。